今って VTuber めちゃくちゃ人気あるじゃないですか。で、ライ n e ベ業界もですね、そんな VTuber がテーマの作品って、まあ出てきたりしているわけなんですよね、作品として。まあそんな中ですね、めちゃくちゃ驚く発表があったんですけれども、なんと、 VTuber がラノベ作家デビュー <laughs> ということでね、もう自分で書いちゃうっていうね、というところまで時代はやってまいりました。ということでございまして、2022年のですね、2月にラノベ作家デビューする VTuber さんが現れたということでございまして、今回それについて話していきたいと思います。はい。まず、その作品なんですけれども、こちら、人外教室の人間嫌い教師という作品で、2022年の2月にデビューされる 著者の方方クルス夏目さんといいう方でございますねこの方が VTuber さんらしいです。で、イラストが泉彩さんという方でございます。この方も超人気の、なんか VTuber のイラストとかも書いていらっしゃる、超人気のイラストレーターさんらしいです。VTuber としてデビューして、ラノベ作家として、まあ、ラノベをね、その観光していくっていうのは、初めて見たんですけれども、 やっぱりこのやり方っていうのは VTuber として自身にその人気を出す自身に付加価値をつけるっていうことでまずそれを成功させてから他の分野に移っていくっていうのはやり方としてはすごいですよね。まあそうすれば確実にその一定数のファンっていうのはもう必ずついてきますからめちゃくちゃ今物理な話してます。はい。あのですからね、このやり方としては非常にいいのかなと思いましたね。まあ今回はそれがラノベ業界だったということであら、ラノベですかみたいな感じが あるんで、すけれどもね、うん、でで気になったところとしては、これ、MF 文庫 J の新聞芸として出るっていうところなんですよね。まあ、近年ですね、MF 文庫 J 新聞芸っていうものをやり始めたんですね。まあ、それの第一弾として、あの、著者ね、文コロリ先生で、イラスト監督先生っていう絶対外れないコンビのね、あの、新作を新聞芸の第一弾として刊行したんですね。で、それが非常に今人気ありまして、それの第二弾なんですよね、これ新聞芸の。ですので、確実にここは当てたいものを引っ張ってくるはずなんですよ。まあ、そこで 出てられたのが人気の VTuber さんとイラストレーターさんのコンビということで話題性は抜群ですよねまあ、そんなね新聞芸の第2弾っていう結構重みのあるポジションに抜擢するぐらいですからただ単に話題性だけじゃないと思うんですよねしっかりとした文才がある方だと思いますので個人的にはかなり期待しておりますねえ人外教室の人間嫌い教師ということでまあ、出たらもちろん読んでもしかしたら動画もあげるかもしれませんということでねそんな感じで VTuber さんがラノベ業界に現れましたということでございました皆さんどう思いましたかぜひともコメント お願いします。それじゃまた。